今日は、はい、カントリーサンバース背番号11番畑康介です。身長190センチです。はい、いいよ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 ヤルマサライです。カントリーサンバース背番号7番約89センチです。はいはい、次死んでるわ。背番号18番小川武史です。身長は193センチです。はい、ポジションコウスケがアウトサイドヒッター兼 YouTuber です。 YouTuber、 はい、アウトサイドヒッター兼 TikToker、 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 ミドルブロッカー自称プロなの。今日はこの3人の体をちょっと測ってどんな違いあるかっていうのを、まあ、コウスケが純粋な日本人、多分まあいろんな県の血は混ざってたとしても、はい、おそらく日本人であろうと。でアラインが日本人知ってるよ知ってるよ何人ですか。キューバ人。キューバ。お父さんとお母さん両方キューバ。キューバ人。でたけしが、日本人のお父さんとケニア人のお母さんって感じですかね。って感じですね。の3人で、まあ、日本人と外国人とハーフの3人のちょっと比較をしてみたいと思います。あ、ちなみに最高到達点の自己申告339にします。アラインは355です。タケ350、ほんまに350。まあ自己申告なんで、まあそういうことで、まあね、一応身長が近い3人集めたんですけど、体の作りとか違うと思うんで測っていきたいと思います。じゃあまず足の長さからこちらのメジャーで測っていきます。踏んだらいい。ここから足ってまた下これもう自己申告、ちょっと際どいところを触るのはちょっと危ないんで、うん、94ってどうなの。94、これ次はない。これこれ心配だ。これ、これは、これ、これ何これ、こいつ大脚なんですよ。91、これ足長い。際、際99センチ。マジかよ、難しいけど。ここぐらいかな、これぐらい、こんな感じ、感覚的に、うん、合ってる。25かな。25。あいつがアライン。アライン長いね。ごめんな。30。アライン30。30。アーケシ。はい。27かな。27。あれ？膝の位置。膝の位置が。あ、でも。じゃあ太ももの太さ。右のが太い。いきます。59かな。違う、54だ。54。コウスケ54。54です。いいね、遅すぎ、遅すぎけどジャンプできます。52。アラインは52センチ。タケシ、タケシ太い。そうじゃない。56。あ、2センチ差だね。2センチずつ。アラインが一番細い。ヒップ、ちょうど1メートルかな。
1メートル。2メートル。おお、トゥース。アラインは、アラインも1メートルだな、ちょうど。お女の子だね。いや、いや、だ。大本命。大本命。ケツマシン。ケツマシン。ケツマシンが、この目。でかい。おぉ。違う。1メートル、8かな。8。おぉ、10センチぐらい違うもん。8センチ。腕の長さ。え、これは俺、絶対的に負ける。負けるし。大本命、ゴースケ。大本命です。僕ね、手短いんですよ、めっちゃ、はい、手短いんです、めちゃめちゃ短いです。短いと言いつつ、81センチ。81です。85。ほら85。86。86。86。まあ、まあ、5センチぐらい。どういう顔。合ってる場所多分95。95。おぉ、ガツい。ムチ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 。うわ、1メートルいかない。96。おぉ、91。いらっしゃい。91。お気をつけて。アレンが91。体脂肪、体脂肪はじゃあ今落ちたらだから、なんかどうやってるけど、言う前からどうやってるけど、シーズン中、まあ、シーズン中っていうか、シーズン中の体脂肪、ベストじゃないけど、シーズン大体の、うん、多分 7.4 とか、構成 7.4。 地上の時シーズン6、うん、6%。 9と10を行き来する。ええ、シーズン中や。うっそ。シーズン中は9と10を今は 12% ぐらい。今は別に言わんでいいよ。今は 12%。 シーズン中は、シーズン中は9と10を、今からこっからね、絞ってね、絞って9と10を行きます。行き過ぎ、行き線でもいいけど、ということですけど、なんかあるか。もう少し足長かったから、長かったらよかったなと思います。アラインが一番細いけど、一番細い、まあ、見た目ね。日本人じゃないです。うわ、夢だな、俺。全然違うな。また違うよね。一番右が、たけし。あれ、まあ、うちの、この、3人は、こういう感じです。カメラマンは西田でした。この動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。See you!